だからね、自分の書いた文章をいっぺんチタチタにしてごらんよ。文章ってものはね、勉強しなきゃダメだよ。それにはいっぺん書いて、はい、しまいじゃないし、いっぺん書いた文章をもう一回自分で縦から横からもう、チタチタにして、もうこれ以上どうにもならんっていうところまでやるわけだよ。手習い草子と一緒だよ。